先週 DVD も発売されましたが、皆さんはシン・ゴジラに出てきた第二形態はご存知ですか？これです。この第二形態、ピルルさんを元に作られたんではないかというぐらい顔面フォルムが似ているので、ピルルさんに第二形態メイクをしてきました。ご覧ください。ピルルさん、はい、今日は蒲田にやってきました。そうですね、蒲田といえば蒲田くん。そう、蒲田くん、これね、第二形態ですね。シン・ゴジラのね、第二形態がここに上陸してきたのかな。じゃあピルル第二形態になる。第二ピルルになる。第二ピルルになるね。メイクしてみるのね。まずはね、この第二形態のさ、エラの部分、エラ呼吸してるのかな、これ。ここね。そう、そこの部分から喉に書いていきましょうかね。喉にかよ。喉だよ、それ。両側の喉のエラのところに口紅を使ってちょっと書いていきましょうね。おお、まあいいじゃん。いや、いい色だろ。くすぐい。気持ちがいい、でも。癒される。こんな感じかな。上手じゃん。で、こうやって赤いとこを描いた上から、で、黒いこのペンでね、くっきりさせていきましょうかね。ちょっと動かない。動いたらもう手が震えてるから、これで。こうやってグラデーションくっつける。ひだひだみたいなのも多分あると思う。あ、ぽいぽいぽい。魚のエラみたいになった。結構単純に描いてんのに。どうですか、ピルルさん、見てみてください。いい？うん。どう？いい。エナジードリンクのモンスターの柄みたいな。そうそうそう、両側に描いていきます。ピルルさん、できましたよ、エラの部分。おお。ね。最高じゃん。最高なのも。なんか可愛い。おしゃれだね。なんかおしゃれな気もする。もののけ姫になんか出てくる感じかなっていう。そうなん。じゃあ次は、ちょっと口描いてみましょうか。そうだね、口先の部分。じゃあピルルさん、はい、マスクを取ってください。嫌だよ。なんで嫌なの？出っ張ってるから。違う、モーメント。すごい出てるよね、これ。推定 C カップだ。口が妊娠したの？してないよ。何ヶ月それ？全然。そんなに白いるから、ね、カチョカバラみたいになってる。ゼロ系新幹線みたいにもなってるけど、すごい出てる。ピルルさんが思ってる以上に出てると。スネ夫みたい。スネ夫だと思う。ちょっとバーンって開けてみて。でももう結構切れ込み入ってるよ。書かなくてもいいぐらいかもしれない。書くでしょ。中で塗っていきます。で、逆も同じように塗っていきます。口も一応できましたよ、これ。じゃ次は眉毛消す。眉毛消します。コンシーラーで潰していきます。いや、恥ずかしい。ババアになってきたね。あ、だいぶね、いい感じになってきてました、ミュールさん。仕上げは黒目が小さくなる特殊なコンタクトをつけて。怖い怖い。シン・ゴジラ第二形態メイクの完成です。こちら神奈川防衛省本部、連隊長彦勝よりスネークに伝信、巨大不明生物ガッジーラなお北進中、これより総員退避。そんだけ。エリーンが良しちゃったな。銀座どこだろうな。あ、すみません。ああ、銀座どこですか？あ、銀座行きたいの。はい、銀座で暴れが待ってるので。銀座ってかなり遠いよ。はっていくの？はい。はっていくの？私にしたこと忘れていませんよ。なぜ巨大不明生物のピルルの目が片目だけコンタクトだったかは、いずれサブチャンネルの方にその謎を解く動画を上げておくので、そちらも楽しみにしておいてください。ゴルフクラブを7本ぐらい折りながら。私にしたことを忘れていませんよ。